悟です。今日はね TikTok 使いこなそうという企画です。ということでフォローの外し方今から教えます。はい、今から TikTok のフォローを外していきましょう。まず TikTok を開きます。で、自分のプロフィールに飛んでフォロー中に行きます。そしたら外したいフォローを選択します。そしたらこいつのこれタップしましょう。そうするとフォロー解除しますかって出ます。そしたらフォロー解除とします。すると相手のフォロワー一つ減りましたね。抹茶ゼロ人になっちゃいました。あら残念、かわいそうにうちのネズミね。え、こうやってフォロー外せるのでね、よかったら活用してほしいと思ってます。いや、ちょっとツイッターよりね操作ね癖があるね。皆さんちょっと苦戦すると思います。ついでに皆さん容量に困ってるだろうからちょっといいこと紹介します。まずちょんちょんちょん押します。そしたら一番下にスクロールして空き容量を増やすってやります。するとキャッシュとダウンロードのクリアができます。これら全部クリアクリアってやると端末の容量が確保できるので、それもやってみるのもおすすめです。はい、ということでいかがでしたかね。フォロー外し、フォローの消し方すごく簡単でした。すぐ終わっちゃう作業なんで皆さん活用してみてください。一回フォローしちゃったらもうおしまいってわけじゃないんで、一回フォローしたら外せるんで、よかったらね参考にしてくださいね。ということで TikTok 暇つぶしにいいですね。はい、ということでこんな感じで動画は以上です。よかったらグッドボタンちょうだい、コメントもちょうだい。ご視聴ありがとうございました。おしまい。